テーマ2は奈良にあるギャラリーアウトプレスの野村さんにインタビューを行いました。野村さんですね、奈良と東京でギャラリーアウトプレスやっていて、ここ3年ほどですね、ほぼ東京での活動に専念しておられたんですけども、この度、その東京店をもう閉められましてですね、奈良一本に絞って本格的に再始動するということで、9月3日から展覧会が行われます。この9月3日からの展覧会は、鍵武さんの展覧会で、蒸発と結晶のエチュードという、なかなかかっこいいタイトルなんですけども、これを9月3日から10月10日まで、行います。で、このインタビューではですね、この鍵さんの展覧会のことについても尋ねておりますけども、主に奈良に、拠点を、なんていうんですかね、一本化して、これからどういう活動をしていくのかとか、その時にいろいろ考えたこととか、そういうことを野村さんに語っていただきました。では、画面切り替えます。ちょっと待ってください。あとね、ここのギャラリー、場所に特徴があってですね、それ自体も結構魅力なんで、あと付近の奈良町とか奈良の光景とかもインタビューに出てくるので、そういうのも合わせて、見ていただけるとありがたいです。ギャラリーアウト・オブ・フェイスの野村さんにインタビューします。野村さん、この度ですね、奈良と東京にもともとギャラリーを持ってらっしゃって、しばらく、東京の方の業務に専念されていたんですけども、この度ちょっと東京をですね、畳んで、再び奈良を活動の中心にされるってことなんですけども、今はどういう状況なんでしょうかね。東京はもう完全に閉められたんですか？そうなんです。5月、ごめんなさい、4月30日をもちまして、東京の支店といいますか、東京のギャラリー、アウト・オブ・プレイス、TOKIO という名前でやってきてたんですけど、それを完全に、閉廊しまして、で、それから引っ越しをして、自分のアパートなんかの引っ越しもあったので、1回で済まずにもう何回か往復するような感じで、5月中はもう本当に奈良と東京を引っ越しで移動していました。で、6月、7月はもう本当に片付けで、もう未だにちゃんと片付かない状況で、で、9月に新しい展覧会を始めようということで、今、準備しているっていう、そんな状況です。なるほど。奈良県の方は、僕が、記憶で言うと、2018年の春から一旦休業に入っそうです。て、でその後、お留守番プロジェクトっていう、この休んでる間に他の方にここの展示室を使っていただいてっていうプロジェクトを、結構あれ長いことやってましたよね。丸22年やり年までしすたね。か？やってて、それがまた終わって、これが終わったのが一応2020年の3月ってことなんですけども、そうですね。でその後、去年の5月に一つ林圭介ってんですか？そうです、そうです。これは野村さんの企画なんですか？そうです。あれは、お留守番プロジェクトの一環ではなくて、一応単独に僕が企画して、林圭介さんの展覧会をやったっていう。ちょっとじゃあ2年、3年ぶりぐらいに一つ展覧会やって、でその後またお休みしてて、それで今っていうことですそうでね。すね。もうあれからでも1年以上経ちますね、林君のやつからもね。で、東京店の方は、開設したのが2009年9年で、で、最初広尾にあって、です。で、2014年から3331千代田の方に移られてずっと活動していたってことですよね。そうです。それで、なんていうの、僕の記憶ではですね、最初、その東京にしばらく野村さんが行くっていうふうになったのは、スタッフの女性の方が、産休に入って、それもあって、ちょっと野村さんがしばらく東京に、で仕事をするんだっていう話になって、そうなんです。で、僕は正直、こんなに長い間東京に行った気になったら正直思ってなくて、その辺で野村さんは最初どういう考えておられそうたんですか？ね。僕も3年にもならないと思ってたんですけど、当初1年から1年半ぐらいで、またその向こうの塚山というスタッフなんですけれども、一応もう産休を終えてまた戻ってきてくれるか、そこ簡単にもね、子育ての途中で
戻ってこれない場合には新しいスタッフをまた入れてっていうようなことを考えて、まあ、1年半ぐらいでこっちにまた帰ってくるつもりだったんですね。でもなかなかやっぱりそんな簡単に人が見つからない、うんうん、やっぱりギャラリーのスタッフってやっぱり難しいっていうか、その仕事はそんなに複雑なことではないんですけど、うん、やっぱり、まあ、僕との相性といいますかとか、まあ、すぐにそういうスタッフがたくさんおられるわけではないので、うん、他で働いておられる方々もおられますのでね、すぐにうちの都合よくうちに入ってきてもらうわけにもいかないということで、うん、でまあ、そうこうしているうちにコロナが始まって、はい、でもうコロナが始まった時点でもう早めに帰ってこようみたいな機運にはなってたんですね。あ、そうなんですか。はい、でもう一つはオリンピック、まあ、コロナとも関連してはいるんですけれども、うん、まあ、当初オリンピックが7年前に、日本で東京でやるってことが決まった時点で、うん、まあ、東京オリンピックまでは頑張ろうかな、東京で頑張ろうかなみたいなことを思ってたので、で去年の延期を受けて、もうしかもそれがコロナの原因だったっていうこともあって、もう次の1年延期して、そこまで自分たちも、そこまでいようとは思わなくなって、でそれでまあいろんなことが重なって、もう早めにと言いますか帰ってくるということを決めて、うん、でも決めたからといってもう翌日帰ってくるわけにはいかずに、結局1年ぐらい準備しながら、うん、帰ってくる準備をしながらっていうようなこと でそんな感じで合計3年以上経っちゃったみたいな感じですね。その、まあ、野間さんは、まあ、奈良でのキャリアもあるし、東京でのキャリアでもあるし、まあ、つまり関西での状況であると東京、首都圏の状況を両方知っている方なんですけど、3331千代田でギャラリー、まあ、3331前から移動の頃からですかね、まあ、東京でギャラリーを運営して、例えばこちらとの違いみたいなのをすごく痛感されたと思うんですけど、なんかその辺どういったなんて考えて感想がありましたですか。そうですね、3331に変わってからは特にやっぱりその大きな違いをすごく感じたことは事実ですね、うん、で何が一番違っていたのかなと、まあ、今から思い返せば、まずはそうですね、アートファンと呼ばれるような人たちの層がやっぱり厚いっていうんですか、うんうん、3331時代が中村雅人さんが率いているコマンド A っていう会社を立ち上げられて、もともと中学校だったところが廃校になったところをアートセンターに変えて、もう本当に各種いろんなアートイベント、あるいはアート展覧会をやっておられるんですけど、そういうところに来る人たちの層っていうものが、それまでの奈良だったり広尾の時代にうちに来てくれる人たちの層とは全く違う層の人たち、あるいは人数的にもすごくたくさんの人たちが来てくれるようになった。でまあ、来てくれるだけではなくて、もちろん販売にもつながりましたし、その人たちがやっぱり発信力を持った人たちが来てくれるので、うん、そのことで、まあ、うちなり3331をまあ、ツイッターあるいはフェイスブック、インスタグラムでどんどん拡散してくれるというか、うん、そういうなんか SNS 上での動きもすごく、なんていうか相乗効果っていうんですかね、うん、になって、本当に来てくださる方々の、まあ、巡り合いというか出会いというか、本当に多岐にわたるようになったっていうのは、うん、一番大きいな違いだったかなと思うんですね。今の話を聞くと、同じ東京でも広尾よりも3331町の方が全然、はい、そういうなんていうんですか、効果がすごく違っていたってことなんですね。そうですね、うん、もう広尾の時はあるビルの一室を、うん、まあ、借りてたんですけれども、うん、そのビルの中にアート系のギャラリーなり関係者は全くいなかったので、うん、まあ、近くにコンプレックスと呼ばれるようなところもありましたし、うん、フランス大使館とかも近かったので、うん、海外の人たち、あるいは文化系の人たちと、まあ、交流できるだろうと思い込んではいたんですけれども、うんうん、
まあそうは簡単には交流できないっていうか、うん、やっぱり単独に一つのビルで一つだけ入ってるぐらいだと、うん、もう本当に素通りされてしまうというか、うん、なかなか来てもらえないっていうのがありました。なるほどね、うん、まあ、3331っていうこういろんな、ギャラリーであったりアーティストがこう入っている箱みたいなところがあって、ね、初めて大きなうねりみたいなのができてくるっていう感じなんですかね。そうですよね、まあ、東京にもいろいろそういうスペースとか、うん、まあ、エリアもあるんですけどね、広尾とか、あ、ごめんなさい、上野のその3331だけがそういう人、うん、集客力があるっていうわけではなくて、うん、あれなんですが、まあ、その中の一つとして、うん、あの3331とかいわゆる上のエリアっていうのはやっぱりアート関係者は素通りできないというか、うん、無視できない地域ではあったと思います、うん、まあ、僕はね、これ勝手に思い込んだのはね、結構野田さんの東京滞在期間が長かったんで、あれ、このひょっとしたらもうずっと東京にいるのかなとか思った時期があったんですよ。まあ、その画廊というね、お商売する絵ではやっぱり多分全然東京でやる方がお商売しやすいのかなとかね、うんうんうん、でまあ、僕はちょっと一緒そんなことを思ったことがあったんですけど、野田さん自身はその3年間4年間の間も、まあ、最終的に奈良に戻ってくるんだという意思は、あ、そうですね、うん、もうそれはもう行った時から、まあ、疲労が合計12年、あ、疲労以降12年になってはいましたけれども、うん、12年間ずっと東京でもう一つにするっていうつもりは全くなかったんです、うん、もう僕はまあ基本的には関西の人間で、うん、しかもまあ奈良という場所で始めた、うん、そこでやっぱり終わりもって言ったらおかしいですけど、うん、まあ、釣の住みかはやっぱり奈良にあると、うん、まあ、思っていたので、うん、で奈良には絶対帰ってくるっていうことがもうずっと決まっていました、うん、自分の中では、うん、はい、さっき、活動再開の第一弾の展覧会は、9月になるんですかね。そうです、9月の3日の金曜日にスタートで、はい、今展覧会で教えていただきます、はい、展覧会名が、ですね、蒸発と結晶のエチュードっていう名前なんですね、うんうん、で作家は鍵武さんっていう、うん、奈良でも昔からうちに関わって、はい、ここのギャラリーでも展覧会やってます、ね、とか、はい、あと地域アートイベントとかで、うん、奈良アートプロムとか、うん、花アートあの人出てないかな、うん、あと学園前でやった、はい、ところとかにも出てくれたり、うん、あ、花ラートも出てますね。花ラートで、うん、奈良でいろいろ出てくれたりもしていて、まあ本当に長いことうちは付き合ってはいたんですが、うん、なんと7年間、5年、6年ぐらいか、6年間ぐらい全く、それこそ蒸発してたんですよ。蒸発状態。活動してなかったってことですか？そうなんですよ、うん。で、あ、彼はどうしてるんだみたいな。うん、もう消息、全然音沙汰がない感じ、うん、音沙汰がないどころか完全に消息をなんか切っちゃってたので、みんな蒸発しちゃったんじゃないかみたいな、その蒸発を今回のタイプに遊んできてるっていうまあ他の意味もいっぱいあるんですけど、ね、まあ、蒸発と結晶、まあ、もう一回また形になって戻ってきたみたいなことをちょっと匂わしてる名前、まあ、ギャラリーの期間と、はい、その作家さんのまたアートシーンへの復帰みたいなのが、はい、これダブルになってる、ね、そうですね、そういう名前にちょっとコメントがあるところもあるんですね。なるほど、ね、はい、で以前はまあ大体まあ毎月ぐらいかな、そうです、ね、まあ、年に、まあ、休みの期間もあるんで年に、7、8本ぐらいで企画展をされてましたね、はいはいはい、今後もまあ大体ペースとしてはそれぐらいを考えておられるんですか？そうですね、でももうちょっとゆっくり、もう実はさっき言った従業員といいますか、うん、スタッフも全然もういない状況になっちゃってて、彼ら彼女たちももう東京でまた今後はインディペンデントになっていくって言ってるので、うん、また奈良でね新しいスタッフさんとかが見つからない限りは、うん、僕はまた一人でずっとやるので、うん、もうちょっとスローになって、うんうん、2ヶ月に1回ぐらいの入れ替えかなと思います。ああ、それぐらいの感じでやられるんですね、はいはい、あと野村さんといえばその奈良時代にですね、奈良時代ってなんか変ですね、日本人みたいな奈良でその奈良でね語った時に、はい、そのさっき言った花アート、花アートの前身ですね、奈良アートプロムだったりとか、はいはい、そういう、まあ、地元をですね活性化するというか、
そういうプロジェクトにも、学園前のプロジェクトも最初関わってらっしゃいましたよね。それは地元をそのアートで活性化していくみたいな、そういうかなりね、地元に密着した活動っていうのも、されてましたけども、今後またそういうこともなんか念頭には置かれてるんですかね。そうですね。その地域アートという活動自体をまた今までのようにかなりウエイトを持ってやっていくかどうかっていうことになってくると、それはあまりもう考えてないっていうのが正直なんです、うんうん、でただし僕が奈良に帰ってきた理由っていうのは生まれ故郷だったりここでずっとやってきたからっていうのはもちろんなんですけれども、東京で長いこといててもなんかずっとなんか地面に足がついていないと言いますか、こうすごく表面をすごく流れの速い、川みたいなところを泳いでる感覚になって、なんか足元が全然地面についてない、ただバタバタ動かしてるだけみたいな、すごくしんどくなってくるみたいな状況はずっとあったんです。でもうちょっと、僕も年を取って、最後の人生80何年男性の平均寿命がね80何歳っていうようなことになってくると、もうあと僕にとっても20年しかないので、この20年はもっとちゃんと足に血をつけた動きをしたいというように思って、帰ってきたところではあるんですよ、なるほどね。でそういう意味では地域のアートって言いますか、特に奈良あるいは紀伊半島を今ちょっとキーワードにしてるんですね。で紀伊半島の、現代アートというよりは紀伊半島で一体今まで何が起こって何が、花が咲いてきたのか、あるいはどんな種が地面の下に埋もれているのかみたいなことを今、しっかり見ときたいなみたいな気持ちになってはいます。なるほど。はい。じゃあ以前よりはもう少しちょっと丹念な感じで。そうですね。ちょっとペースとしてはゆっくりしてるけども、その分着実に地面に足をつけて、そうですね、活動していくっていうことですね。はい。はい、そんな風に思っています。わかりました。ありがとうございます。また僕も9月になったら伺いますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、画面切り替えます。野村さんのインタビューでした。奈良にまたギャラリーアウトプレイスが帰ってくるというか、再活動することによって、私自身も奈良に、展覧会見に行く機会がこれから増えるだろうなと思っています。野村さんの活動をすごく楽しみにしています。あと、このインタビューでちょっと私個人的に一つ言い訳をさせていただくとですね、私、アーツ千代田3331のことを、盛んに3331千代田って言ってるんですけども、これは間違えてるわけではなくてですね、私ちょっと口癖でついそう言ってしまうんですね。例えば、〇〇ギャラリーっていうのをですね、ギャラリー〇〇って呼んだりとかですね、そいつをわざとこう逆に呼んでしまうことってあると思うんですけども、その3331、私なぜかいつも3331千代田って言ってしまってですね、このインタビューでもその間違った呼び方をその申しておりますが、決して意図的に間違ったわけではありませんので、それは言い訳させていただきます。そういうわけで、今回のアートの講義第20回、これで配信を終了します。来週9月2日に第21回行いますので、また皆様よろしくお願いいたします。緊急事態宣言が出ていますので、各自の、なんですかね、可能な範囲というか、ご判断でアートライフを楽しんでください。それでは、さよなら。